グローカルクロストークイエイイエイ、はい、このコーナーは、グローカルマーケティング採用チームの私遠藤大志が、社内のいろんなメンバーからお話を聞いていこうというコーナーです。今日は、2、3卒の新入社員の4人に集まっていただきました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、入社して、まあ、1ヶ月半ぐらいが今経ったタイミングでちょっとこう4人からね、いろんなお話を聞いていきたいなというふうに思うので、まずじゃあ先生ちょっと簡単に自己紹介を、出身と所属を、じゃあ一郎君から。はいはい、はい、長野県長野市出身の北原一郎と申します。所属は営業部で今プランナーをしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ花子ちゃん。はい、三条市出身の石黒花子と申します。私も営業部でプランナーをしております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあ桃子ちゃん。はい、新潟県阿賀町というところの出身の鈴木桃子と申します。営業部です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあハッカー君。はい、新潟県上越市が出身の今営業部でプランナーをしております、アフカ大成です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。4人の同期っていうことでね。はい、4人同期は、俺も入社した時は4人同期だったんだけれど、はい、男女、まあ、2人ずつの4人同期は、まあ、グローカルでも初ですね。そう、初だから。渡辺さんたちっては、7人同期だから、初なんだよね。はい、今日はちょっとそんなみんなからお話を聞いていきたいなというふうに思うんですけれど、でもそうだね、一郎くんだけは県外の出身で、はい、他の3人は県内。はい、阿賀町、三条市、上越市とこういうわけだけれど、なんか就活の時とかってなんかどう県内でしようと思ってた。県内出身の3人は県内でしようと思って、東京でしようと思ってた。いや、県内で探そうと思ってました。あ、そうだった。はい、花子ちゃんもそう。私も県内です。僕は関係なかったです、どこでも。あ、そうなんだ。はい、エリアとか関係なくて。はい、でも見てたのは、見てたのは、一応県内含め首都圏。あ、なるほどね。はい、新潟か、はい、首都圏がいいかなってぼんやり思ってました。なるほどね。はい、一郎君は？僕は大学が新潟県立大学なので、うん、新潟に4年間住んでたのもあって、新潟か長野かな、あ、でもいい企業あったらどこでもいいかなみたいな感じで考えてました。なるほどね。はい、行ってたの長野にも就活で。長野、あ、基本オンラインでちょっと見つつ、足は運んでなかったですね。あ、なるほどね、はい、そっか。もうオンラインだと、学生の頃からオンラインだったわけだもんね、みんなはね。はい、コロナショックというかで、授業とかもオンラインが結構多かったわけでしょう。多かったですね。そうだよね。はあ、なるほど。そういう、じゃあ3社、あ、4社4用の就活模様があったわけだけれど、内定が決まってからの4年生の時とかって、なんかどんなことしてたの？自分は1年間、うん、4年生の1年間はずっとアルバイトしてました。あ、そうなんだ。一度も学校に行かず。もう授業単位が取り終わったからだと。はい、うん、それもありますし、あとオンラインがやっぱ主流になってしまっていたので学校行かなかったです。あ、バイト何やってたの？バイトは、学生マンションを、紹介する不動産会社でアルバイトしてました。そうだよね、不動産営業ってすごい珍しいよね。珍しいです。学生のアルバイトでね。一郎君何やってた？4年生の時。僕も内定が決まってすぐバイト探して、うん、バイトを始めましたね、まずは。はい、で、あと暇だったので、うん、ちょっと自分でコーヒーが好きなので、うん、コーヒー屋としてイベントに出店したりしてました。なるほど。はい、この間同行があって一緒と、まあ4人ともね、今もうみんなお客さんのところにいてもらってるじゃない。で、同行で朝一で同行で、道中だったから自宅までも便利してくれて、ちょっとアイスコーヒーが用意されてた。自分でドリップしたアイスコーヒーすごい美味しかった。桃子ちゃんは、はい、大学は関東だったわけだよね。
はい、関東だったんですけど、うん、大学4年生の時はあのオンラインに先生にしてもらってゼミしかなかったので、うん、オンラインにしてもらって私はあの地元の阿賀町に戻って、阿賀町であの地域まちづくり関係の会社で1年間ぐらいインターンしてました。4年生の時に。うん、まるまる1年かけてね。はい、そうです。そうか、はい、アルバイトとかっていうのじゃなくて、はい、もうそういう長期インターンみたいな感じで。そうです、はい、バイトというよりは。なるほど、ね。はい、勉強って感じでやってました。なるほど、なるほど。はい、花子ちゃんは？私もアルバイトをもちろんしながら、あとはゼミの SDGs の課外活動と、あとサークル活動を二軸でやってました。うーん、そうか、そうか。サークルは何やったんだっけ？サークルは魚沼市で地域活動をやってました。なるほどね。大学は新潟。大学は新潟国際情報大学です。大学は新潟市、はい、出身は三条市、住まいも三条市、インターンというか実家活動は魚沼市魚沼市で県内縦横無尽にね、行ったわけだよね。そうそうそうか、まあ、そんな形で4年生の1年間、まあみんなでもアクティブだよね、そう思うとね。あんまり結構周りもそういう感じだった？いやー、どうですか。あ、でもそんな感じで自分でこう活動を見つけて参加したりとか動いてる人もいました。で、4人はさ、これ内定者期間にもいろいろこううちの事業の サポートというか手伝いというかアルバイトみたいな形でね、やってくれてたじゃない。アルビ BC さんの冠試合の運営とか、あのそういうようなところもやってくれてたと思うんだけど、内定者期間も内定者同士でコミュニケーションとか取ってたの？そうですね、その今おっしゃってたようにアルビ BC さんのスポンサー試合の企画をちょっと任せていただいたので、うん、まあ、そのね、打ち合わせも兼ねてみんなで集まって、うん、カフェで打ち合わせしようかなみたいなのもあったりやりましたね、カフェで打ち合わせ。あとお寿司屋さん、回転寿司も行きました。回転寿司屋でミーティングしたの？ミーティングとか食べてみたいな。せっかく休まれてご飯食べようよってなってね、はい、それ以外でもコミュニケーションってどうってた？内定者同士で、そのイベント絡み以外とか、入社近くなってからとか。ああ、最前入社近くなってから取るようにはなりましたね。あ、そう、なんかこういうの準備したみたいなこととかね、とかですね。あ、はい、なるほど。そう、前日に、入社前日にさ、こうみんなで集まったりしたんでしょ？はい、最前で、はい、最前で貧乏集まりしました。貧乏飲み、飲み、貧乏ご飯、まあ、ご飯会だね、奇襲会してね、はい、よし明日からやるぞってね、そういうわけですね。はい、で、まあ入社してみて、まあ、1ヶ月ちょっと経ってもうお客さんのところとかに行っているじゃない。どうだった？自分が思ってた社会人生活か、なんか思ったよりも目まぐるしい感じかで、なんか どう、ハッカ君はどう？僕は自分が思っていた社会人生活に、まあ、ほとんど同じというか、ギャップがあまりないですね。ギャップがあまりないの、はい。モンちゃんはどう？私もそんなにギャップはなくて、一番びっくりしたのはグローカルとかの社会人になったらやっぱりギャップすごいんだろうなって思ったんですけど、グローカルに入ってやっぱ思ってた通りの会社だったので全然ギャップとか感じなかったですね。あ、なるほどね、はい、仕事の内容的なそういうところ、仕事、うん、雰囲気もそうですし、うん、あ、そうか、そうか、はい、やっぱ人と会ってるもんね、はい、4月1日が初めましてじゃないもんね、はい、ほとんどの人がね、はい、それもあってすごく思っていた通りでした、ね、なるほどね、はい、うん、話はどう？私も会社の雰囲気とかはあの入社前と全くギャップがなくて、でも業務内容だと結構外回りが思ったより多くて、あっという間に一日が過ぎて、それはもうみんなが過ぎてる、本当にあっという間に土日が来て休んですぐ仕事みたいな感じで、でもいい意味で充実してるって感じです。以上、僕もそう。そうですね、なんか、まあ、いい意味でギャップがあったというか、うん、
なんかこう思ってたのだったりとか、こう他の会社に入った友達から聞いてる、まあ、いろいろ話聞くんですけど、そういうのと比べてもこうグローからいろんなことをやらせてもらえたりとか、うんうん、こうある程度こう自分たちで動ける部分が大きくて、でかつ今言ってたみたいにもう1日があっという間に過ぎるくらい充実してたりとか、あと先輩たちももういい意味でこうギャップがあって何それ入社前も、うん、まあ、こういい雰囲気だなとかいい人たちだなっていうのはもうクロストーク見たりとかで、うんうん、まあ、感じてはいたんですけど、入って実際こう一緒に仕事したりする中でなんかいやもっといい人たちだなみたいな部分をすごい感じてて、はい、そんな感じですね、うん、まあ、人としてみたいなところもあるし、まあ、一緒にね仕事を進めていく仲間として感じる部分とか、これからもっと多分いろいろ出てくるだろうね、うん、あんまりでもそうじゃないかなっていうふうに思うし、今はやっぱりこう先輩とさ、ほら一緒に動くというか、先輩にまあ教えてもらったりとかついてきてもらったりしながら仕事を進めるみたいな感じだけど、きっとねこう同期で仕事を進めることになったりした時とか、そうお客様のご支援入るとか、そう同期で仕事を進めていく時とかすごいね、かけがえのないとこうすげえこうエモいと思う一緒にエモいと思うし、うん、なんかそうだよね、そういう風にどん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 これからなっていくのかなっていうふうには思うけれど、同期ですごいなって思うところはある、同期同士で、まあそのさ仕事をしてて、まあいろんな面あると思うんだけど、仕事の進め方とか人とのコミュニケーションの取り方とかあると思う。彼女はどうのこと感じる？それぞれですか？うん、まあ誰かに本当に全員あって、うんうん、すごい周りが見えてるし、うん、すごい努力家だし、すごい日報とか気づきとか毎日日報にしっかり書いてるところとか、うんうん、それぞれすごい尊敬し合えるところがあって、なんか高め合えてるなっていう感じです。なるほどね。モンクションはどうなの、その辺？私フッカ の電話対応すごいなと思ってて、 ありがとうございます自分が焦って電話しちゃうんですけど、フッカの電話を聞いてから自分やるとなんか落ち着いてできるというか、うん、すごいいつも落ち着いてるから参考にしてます。なるほどね、はい、お客様からの電話に出るもそうだし、はい、お客様に電話をおかけするもそうだしっていうことね。はい、そうそうそう、一郎君の感じるところある？いやでも今桃子ちゃん言ってたんですけど、電話対応めちゃめちゃ最初からすごくて、いやなんかまあアルバイトの経験とかやっぱり生きてるのかな、うん、生きてると思います。あ、そうだよねこれ何年目みたいな電話の対応最初しててちょっと焦ったよねすごってなるよね。逆にそんなみんなからもうデデデデしてるみんなから褒め言葉に言われて、まあ、ハッカ君としてみんなに感じ、みんなに対して感じるところとか、はい、なんかある？やっぱり一番に思い浮かんだのは気配り、周りが本当にみんな見えてるなって思って、僕アルバイトの時とかって結構一人で作業することが多かったんです、うんうん、意外と。だけどこうやってグローカルは一人だと何もできない、一人じゃやっていけない、みんなでやっていくものだから、その周りが見えてるっていう力は本当に大切だと思いました。うん、そうだよね。まあ携わってはない案件とかでもね、知ることが自分の次の提案に生きてきたりとかするからね、やっぱアンテナを張り巡らすみたいな部分はすごい大事なところかもしれないね、はい、本当に尊敬ですねそうだね、そうそう、いやお互いだからそういうふうにこう切磋琢磨し合っていけるところが、やっぱり同期ってすごいね、かけがえのない存在だと思うんだよね、同期って、うん、なのでこうどんどん一緒に成長していってほしいなというふうに思うけれど、まあ、今後の野望、今後こういうこと、まあ、まずこれをできるようになりたいとか、遠い未来こんなことをやっていきたいみたいなところがあれば、ちょっとぜひ聞かせてほしいなというふうに思うんだけれど、じゃあ八方君から。はい、あ、そうか、まず直近で言うと、直近で言うとやっぱりやめます。目標で言うとお客さんからも社内の人からも頼られる存在になりたい、うん、愛される存在になりたいっていうのがあって、
社内だったら、まあ、同期はもちろんこれから後輩もできるわけなので頼られる人間になっていかないとなって今焦りがあって、どうにかして頼られるようにどうにかして、はい、そのためには自分が落ち着いて仕事をこなしていくのもそうですし、知識だったりも蓄えないといけないですし、それこそ全体の周りを見える俯瞰的に物事を把握するっていうのも必要だと思うので、これからいろいろやっていかなきゃいけないことが多いんですけど、うん、頼られる人になりたいっていうのがゆくゆくの目標です。なるほど、はい、はい、ありがとうございます。モーブさんはどう？私は阿賀町のエリア担当とか、うん、下越エリア担当とか、うんうん、村上とか福島方面とか、うんうん、うちの担当になりたいと思ってます。なるほどね、はい、やっぱり地元が好きだから。それもありますね。他にもある。でもやっぱり今グローカルが中心としてるエリアが上越寄りとか中越寄りじゃないですか。うん、まあそんなこともないけど。そうですか。まあうんうん、でも多いよね、はい、そっち方面の案件とかは、ね。はい、まあ、新潟の方面もあるけど、はい、もう阿賀町とかめっちゃ過疎化してるんで、そここそ盛り上げたいと思って。なるほどね。はい、まあやっぱり地元って特別だもんね。そうですね、うん、俺もやっぱり長岡特別でさ、うん、やっぱそういう思いってすごいあるよな、はい、思う、はい、うん、阿賀町で、あ、鈴木桃子ってなれるように頑張りたいです。なるほどね、はい、アンナさんはどう？はい、私は短期的なので言うと、うん、言語化する力をつけたいっていうのをずっと言ってるんですけど、やっぱ自分の考えてることをうまく言葉にできなくて、やっぱお客さんの前で詳しい思いしたりとかっていうことがこれまであったので、うん、まあ、いろんな本とか読んだり普通に繰り返して力つけていきたいっていうのと、長期的なので言うと林業を盛り上げたいっていう。林業、はい、林ビジョンシートにも書いたんですけど、学生時代にその新潟県の木材流通に関する卒業論文書いたんですけど、そこで林業の方にお話を伺う中で、すごい採用人材不足で困ってるんだみたいなお話を聞いて、まあ、グローカルの力でそういうところをご支援できたらなっていう、盛り上げていきたいなっていうね、はい、思いが。なるほどね、はい、なるほど、ありますそれこそもうわずかなこの期間でもトライしてこうお客さんのところで悔しい思いしてるみたいなのってすごいよねすごい。でもね、やっぱ大事、それが糧になるじゃない。はい、もう散々したもんね、やっぱり俺も私そう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 、ね、やっぱ思うから大事だよね、そういうのって。うん、一条君はどう？僕はまず短期的な目標でいくと、こう早く一人で動けるようになりたいなっていうのがあって、あ、こう今日々動いていく中で先輩からフィードバックいただいて、で、まあ、花子ちゃんも言ったんですけど、ちょっと悔しい思いする場面とかも多々あって、で、まあ、それをこう聞いて終わりじゃなくって、次の日にはクリアしていこうみたいなことは考えて動いてるんですけど、早めにというか早く一人で動けるようになっていくと、またそこで新たな課題というかが出てくると思うので、短期的には早く独り立ちできるようになりたいなっていうところですね。で、長期的なところだと、うん、地元長野の企業さんともお仕事したいなっていうのもありますし、新潟市に4年間住んでたのもあって、うん、そこも、まあ、第二の故郷って言ったらあれですけど、そういうふうに思ってる部分もあるので、新潟市のお客様とももっとつながって仕事ができたらいいなっていうふうに思ってます。なるほどね、なるほど、ありがとうございます、まあ、みんなそれぞれ野望を聞かせてもらえたんでね。じゃあそれこそ本当にお互いがお互いの、ね、こう目標だったりとかやりたいことを実現していくので、まあ、ハッピーも言ってくれたけど、はい、お互いがお互いにこう協力し合えるのもやっぱりうちのいいところというかね、特徴的なところなのかな、はい、一人で仕事進めていくわけじゃないというところがすごく特徴的なところかなと思うので、なんかそんなところもね、みんなで実現していけたらなというふうに思います。はい、というわけで、あっちゅう間に時間が過ぎていて、もういいお時間なんですけど、ぜひ このクロストークをみんなの成長日記としてね、使っていきたいと思うので、またしばらく時間を置いた時にみんながどんな変貌をしているのか、楽しみに
またクロストークをご視聴いただければなというふうに思います。はい、はい、また、ね、それこそ4人ともこうすごく特徴的なあの学生生活を送ってあの社会に出ているっていうような経験を持っているので、なんかそういう OB、OG ホームじゃないけれど、そういうところでね、あの学生の皆さんからあのこの4人のメンバーにも話聞いてみたいみたいなところがあれば、あのいつでもご連絡いただければなというふうに思います。では今日は以上で終了としたいと思います。ぜひグッドボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。